長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、影。高い。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。思いは北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。安心。座敵どうしよう。どうしよう。侍ゴールショー。ゴールだ。どうとりあえずビーチパス。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。
お主ら、ここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ、猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの敵だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。どこだ。来るさ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。来よったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。
腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。まさか殿。信。感謝する。
何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。雅子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏兼、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎の骸も置き去りか。無用ということです。しましょう。館に残っておれば、妻とこの隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば
弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。やっ、覚悟するがいい。ドルビッシュパーソン、ホルモン、ドルビッシュ、もっと寒い。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。しまいのようだ。その様子です。
ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。聞いたか、エシパー先生は死んでなかったんだ。ジン、こっちに来い。鎧はお体に合ってます？あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。より頑丈になりました。また来よう。一段とご立派になられましたね。菰田を生き延びたお侍がいるって。いい、まあ、時期に終わるそのはずだ。ジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今は食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。
調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないんだ。俺はどこか。あった。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきて。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。うん、頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。あの村が不作になった時、動乱が起きたことを覚えてるか。抗う村人を殺した族は誰に雇われたか知ってる。サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前もしゃべりすぎると族に襲われるぞ。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。一番手は誰だ。これ以上仲間を殺させはしない。
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。佐田尾からの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞男の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞男は？わかりません。嘘をつくな。お控えを。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。諦めんぞ。よし。なかったらどこへ逃げてたや。あんなに仕方ない。ジン、来たか。政子殿。
裏切り者の所在は聞き出せましたか？聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光度の魅力で落としてみるか？女は中だ。お待ちを。酒井様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで？隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしおって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては？兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜ雛が狙われた？貞男から遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。貞男が来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか？言えば止めたか。守ると約束したのです。
足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテイ、お着けよ。助けて。殺させるものか。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞男がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。どうしよう。
この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。酒井様、お達者でいらしたか。さあ、ご覧ください。また頼むぞ。道中のご無事をお祈りしています。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。心配ない、志村様は殺されないよ。どうしてわかるの？かけがえのないお方だから。かけひ何かわかったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておく。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様で。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞男、一番手は誰だ？首を洗って待っておる。墓穴はちゃんと掘ってやるから安心していけ。お前無事に死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。殺したのですか？
雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。